僕の勤めている会社では屋上で野菜を育てている。美味しそうな夏野菜たち、食べたくなる、取りたくなる。あ、あれロミオ君何してるの？あいえ何も。そっか、暑いから熱中症には気をつけてね。あ、はい、ありがとうございます。ふう、セーフ。これが本日の戦利品、どれどれ一つ食べてみるか。プチトマトにしては皮が硬いな。少し取るの早かったかな。でもうまい。有機野菜の美味しい自然の味がする。野菜をしっかり洗って、しっかり拭く。ズッキーニ、ナス、ナスは水にさらしてアク抜きをする。ピーマン、面白い形だ。パプリカ、オクラ、シシトウは切り込みを入れることにより破裂を防ぐ。プチトマト、だし汁。料理男子の僕はだしをしっかり取る男だ。醤油、みりん。今日作るのは夏野菜の揚げ浸し。夏野菜たちを素揚げしていく。揚げ物の揚げる音を聞くと、なんでこんなにも心がウキウキしてしまうのだろうか。ああ、こんなにも美味しそうなものを作ってしまうなんて、なんて罪な男だ僕は。あ、実際に罪を犯しているか。はは。夏野菜たちが揚がったら、熱いうちにボウルに入れる。先ほどのだしを入れていく。あとは冷蔵庫で数時間漬けていけば OK。 盗んだ野菜で作った揚げ浸しの完成。いただきます。まずはナスから。うまい。しっかり使っているのと冷えていてうまい。本日のビールはこちら、よなよなエール。合う。続いてこちら、オクラ。うまい。オクラのネバネバした感じとだしのうまさが見事に調和している。続いてパプリカ。これまたうまい。パプリカのさっぱりした感じがいい。ズッキーニ、ピーマン、シシトウ、どれもうまい。素揚げの美味しい油の感じが、だしのあのだしっぽい味と、それがなんかこうすごくいい。ビールとも合う。
皮がちょっと硬かったプチトマト。うんうん、ビューティフル。揚げてめっちゃうまくなってる。というかプチトマトって揚げ物にもいけるんだな。総じて全部うまい、最高。ここから先はちょっと汚く食べます。豆腐、ご飯、崩す、生卵、だし汁、わかめ、海苔、青のり、だし粉、だし汁豆腐ボンバーイエーの完成。少し味が薄かったため醤油を追加。一味唐辛子を鬼のようにかける。うますぎ剣心。最高だ。ごちそうさまでした。盗んだ野菜で揚げ浸し、行く先は懲戒処分。タラ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 、32の夜。一応言っておきますけど、これ料理ドラマなんで本当は盗んでないんで、よろしくお願いします。あと普通にスーパーで買った野菜もあります。ありがとうございました。